はいどうもこんにちは。またお昼を作っていこうかななんて思ってるんですけど、いやもう今日で1月終わりですよ。早いもんですよね。めちゃくちゃ天気いい日曜ですね。また後で、ワンコの散歩に連れて行こうかななんて思ってる次第ですけども、今日はですねお昼はね久しぶりにモネちゃん風ということでナスを使って、牛オイスターラーメンですね、醤油味でやってみようかななんて思ってるんで、また冷蔵庫に入ってる残り物ですね、生麺残ってるのでそれを使ってやってみようかなと思ってるのでぜひ見てください。こんな感じです。はい、じゃあまたお昼を作っていこうかなと思います。今日はですね牛オイスターラーメン、久しぶりにモネちゃん風みたいな感じしようかななんて思ってるんですけど、まずごま油もうないですね。新しいのをおろさないといけない。このニンニク、香りが出てきたらそこに牛バラですね。で青菜はあった方がいいのでほうれん草で、かまぼこ、余ったのかまぼこ、これでのもちゃんが好きなナスでトマトなんかをこう炒めていきます。こんな感じでこれを炒めていきます。今日でもうほんと1月終わりですね。早いもんですよ。もうなんかでもなんかあれですよね、緊急事態宣言は延長っぽい感じですよね。今、アッコにお任せ言ってますけど。そりゃそうですよね。今日は、また余ってる生麺を、処理して使っていこうかな、なんて思ってます。こんな感じで火が入ってきたら味付けですね。そう。まずお酒。みりん。で醤油。ちょっと入れます。豆板醤、胡椒、ここでオイスターソースですね。ね、たっぷりと入れて、これで絡めます。でちょっとだけとろみを。で水と片栗粉を入れてとろみをつけてこうまとめておきます。はい、でこれをおかずに、これを上に乗せるのでこれはちょっと取っときますね。はい、次ラーメン作っていきます。まずお湯を張ったところにねウェイパーを入れます。あまりこう凝った感じにはしないの でそこにこの市販のくっついてるソース、スープですね、この液体スープをこうやって入れていきます。もう完全に煮立ってるんでそこにこの生麺を一緒に入れちゃいます。これ一緒に入れるタイプなので、そしてこれがこう煮立つまで待ちます。このお湯が煮立ってそうですね、まあ1分、30秒から1分ぐらい経てばもう OK なので、これで盛り付けていきます。はい、どうも、こんにちは。これは何ですかね。デイリーニュースオンラインですね。じゃあ、上白石萌音ちゃんでいいです。アンガ田中の上から目線に批判殺到だそうです。巷の話、テレビ東京系に出演したアンガールズ田中があまりに傲慢な発言をして波紋を呼んでいると。デビュー当時こそキモカ芸人と呼ばれていた田中はいつの間にか可愛いの部分が取れて、キモい芸人になってると。で、2月に45歳になる、独身であることを嘆いてみせ、MC の笑福亭鶴瓶から慰められる。さらにお前はどのタイプが好きなん、女優さんでこんなのがいいなっていうのは俺大概知り合い多いんでと優しい言葉をかけられたのだが、田中はじゃあ今はじゃあ上白石萌音ちゃんでいいですかと返答と、でそこからに鶴瓶は上白石萌音ちゃんでいいです、それあかん、上白石萌音は今すごいよと土器を帯びた表情で、田中に説教した。ネット上には田中を見損なった浜口京子ちゃんに対する態度を見て、もしやと思っていたら、神聖クソ男だった。田中がモテないのは当然のこと。田中の根性は腐ってんな。どうしたらそんなに上から目線の発言ができるの？モネちゃん田中をボコってやるよ。など手厳しい声が上がっています。と。ロッチ中岡主催の合コンに我が家坪倉と一緒に参加し、女性陣全員から
好みの男性ランキング3位下位にされた過去こぼし田中、いくら合コンで女性に食べ物を取り分け優しい言葉をかけてもクズ男ぶりが本人の気づかぬうちにこぼれ出ていたのかもしれないだそうです。まあこれ完全にネタですけどね、絶対。まあなんかでもまあモネちゃんは今人気あるからこういう話をしたんでしょうけど、まあ、田中のこのアンガールズ田中ってなんかね、まあモテないキャラにしてるのがまあお金になるからそうしてるんでしょうけど、モテないキャラではないですよね。もともとめちゃくちゃハイスペックじゃないですか。まあ背高いし顔だってね悪くないですよね。なんかあれ歯並び今矯正してんでしたっけ、なんかそんな話をなんかしてましたよね。なんか滑らない話でその話したのか、歯並び矯正してっていう話を。まず高学歴ですよね。でモデル体型じゃないですか。普段着めちゃくちゃおしゃれですよね。しかもこれだけね売れてるから金も相当持ってるはずだし、モテないはずは絶対ないですよね。キャラでわざとキモくはしてますけど、あのキャラをわざとああいう風にしなければかなりかっこいいと思いますけどね。もう全然もうほんとそこら辺の男の人に比べたらすごいハイスペックだと思いますけどね。結婚しないのもね、モテるから逆にしないんじゃないですかね。うん、だって不自由ないじゃないですか。お金もすごいあるわけだしね、まだ全然遊べますからね。で絶対モテると思いますよ。私は上白石萌音ちゃんでいいですってのはちょっとモネちゃんもちょっともらい事故っぽい感じがねありますけどね、みたいな感じでした。ではではいきます。じゃあ麺から。うん、うまい。